はい、コナンです。マリオカートツアーやっていきたいと思います。1日やってですね、だいぶ慣れました。今日はですね、デイジーカップニューヨークツアー、こちらの方をねやっていきたいと思います。まずはですね、ガチャ引きますよ。ガチャゲーです。いきます。さあ、ウルトラレア来てくれ。なんかこのマリオカートツアーすごいらしいね、人気がね。初日で2000万ダウンロード、1日でってすごくね。そして売り上げがなんか1日で1億円いったらしいからね。さすが任天堂、さすが DNA、 やっぱガチャの力はすごいよね。さあ来てくれ。お、ベビーマリオ。さあ行きます。ウルトラレアね、なかなか出ない。それ売り上げも上がるよ、売り上げ上がるよね。それだってさ、ガチャアイテム課金プラス、さらにさ、パス、ゴールドパス、カロン、僕もねパス買っちゃいましたけども、やっぱりやり込むとなると買っちゃうよね。やっぱね、 200cc、 あのパスを買うとね、あの 200cc のカートがね解放される。おっと、デイジー持ってます。 200cc のねカートが解放されるんだけど、 200cc ね、やっぱむっちゃ速い、スコア出るわ。多少ミスってもね、スコア出ちゃう。なのでどうしようかな、今日は。逆にね、 200cc 使うと簡単すぎて面白くないかなってことで、ちょっと今日は 150cc メインで行こうかなとも思ってます。まあやってみた感じだね。あとはいろいろやってみて、やっぱキャラごとにね、キャラごとっていうのかな、マシンごとに結構癖があるというかね。だからうまくコースとマッチしたキャラ持ってるとスコアが一気にいくかなっていう気がする。全然出ねえじゃねえか。お願いします。ラスト1、1回ぐらい、あーダメだ、金の土管が出ないとダメなんだよね。1回しか出てません、まだね。おー、レア、いいんじゃないの。さあ、こんな、どうだろう。お、キャラでもだいぶ揃ってきたぞ、いいんじゃないの。マシンもだいぶね揃ってきました。やはりある程度ね、そのコースに合ったマシンがないと厳しい。さあ行きましょうか、デイジーヒルズ。お、いいんじゃないのこれ、ワンチャンありそう。マシンどうしようかな、ゴールドマシンで行きましょう。そしてこれで行きましょうか。あ、しまった、 100cc にしちゃった。まあいいでしょう、行きましょう。このスマホのね持ち方もね、いろいろある、やった感じ。いきます、3、2、1、ゴー。ロケットスタート。うわ、 100cc むっちゃ遅い。遅いけど、この遅い分ね、丁寧に扱ってやれば、このドリドリを、基本ドリフト走行です。お、フィーバー、なんだこれ、どうですか、このおっと、羊、このコインのフィーバーってどうやって使うの、初めてです。そしてなかなかフィーバーは出ません。あ、このアウトか、ダメだ、アウトからこの加速帯乗っていこう。そしてドリフトダッシュ、左右に振りながらちょっと調節します。グライダー微調整、 C のアウトから、アウトから行くわ俺。そしてクリップついてドリフトダッシュ。 200cc より面白いぞ。そしてカウンター当ててダッシュ、丁寧に行く、丁寧に。そしてスリップストリーム使おうか、打て。そして羊、あー羊、よし抜けた。さあトップです、いけるいける。あとはスコアだね、スコアが若干低め。よし、アウトからこの加速帯使っていこう。加速、加速します。あ、やべ、バナナ、あ、ダメだ。あとスリップ、スリップ使っていきたい。あそこにいる、もうあとちょっと、あー抜かれた。スリップ使おう。
よっしゃ、あ、よし、打て、あ、2位です。微妙っすね。4700か。星5取りたい。さあこれでどうだ。4800。あー4つ星か。微妙っすね。基本やっぱ5つ取りたいよね。ちょっとねカートのCC をミスったんで、これでいこう。 100cc じゃない、やっぱ150でいきましょう。普段ね150で僕やってるんで、やっぱ慣れがね。さあいきます。 3,2,1,GO! マジでいくよ。丁寧にいく、丁寧に丁寧に。そしてカウンター当てて、あっと初見プレイなんでまだコースがね全然わかりません。おおお、ちょっとフットダッシュ、よっ、トップ、右に左に、これなんだこれ、あっとマジか、分岐かよ。惜しい感じ、ドリ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 、あーダメだ、ミスった。しかし1位です。いけるいける。さあアイテムボックス、おっと急カーブ、コースが全然わかんねえ。そして恐竜は股の間を抜けて、さあ行くぜ、ジャンプ調節してドリフトからのダッシュ、飛んだ、よし独走体勢、バナナは投げます。ここからがもうポイント、からだ微調整してダッシュ、あっとマジか、ドリフト左右にかわす、あっとこれで惜しい感じ、ダッシュドリフトダッシュ、もう一回ドリフト溜めてダッシュ、あっと、よし踏ん張れ、やばい、ゴールまで行け、頑張れ。そしてさあドリフト、よしよ、よしダッシュ行きました。スコアの方が5300、一応1位と。さあこれでどうだ。5つ星いきたい。5300、あーっとわずかに届かず。これは 200cc 出すしかねえな。星4はね簡単なんだよね。さあcc でいきます。やっぱね扱いやすい、 150cc は。 200cc はねスコアは出るんだけど、コース覚えてないとね扱いきれない。 1HGO いきます。慎重にいくわ。おコントロールむっちゃしやすい。150、しまった、若干ロスだ。さあ左右に振りながら、あーむずい、よしやべえマジめっちゃむずいよ。
って感じ。よっ、飛べ、よし着地。スパドリフトしながら体ダッシュ、おっと踊る。めっちゃこれ操作性癖あるよね。いけるか、よし、よし、ダッシュ、ジャンプ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 、ここはこの、よし飛んだ。さあコントロールしながら、よしいける、よしどうだ、8000いったぞ、8000いった、 OK。 ちょっと なんだろうこれ、このゲームね、これ1位を取るタイムアタックのゲームではないんだよ、スコアを競うゲームなんで、いいんですよこれで。さあ8600、ニューレコード、5つ星来ました。基本は5つ星を狙っていく、だから速さを競うんじゃないんだよね、だからジャンプとか細かいところで点を取っていかないと5つ星は難しいと。だから1位を取ればいいんではない、そこは難しい、まあ奥が深い面白いとこだよね、任天堂うまいよね。Go！ 早めに切って調節すると、早めに切って調節する、早めに切って調節する、早めに切って調節しながら綺麗に通っていく流し、早めに切って、で早めに、早めに無理無理通っていく、そして早めに切って調節、そしてここも通っていく、きれいに通っていく、そして最後のジャンプ台は綺麗に抜ける、一応28、パーフェクトではないけど、まあ25個くぐったということで、星は3つ、まあいいんじゃないでしょうか、お大負けだよね。次はねパーフェクト目指してやっていきたいと思います。なかなか面白いね。さあプレゼント、ギフト受け取る、おう、ここでもらえるんだデイジー。だからガチャから出さなくてもさ、キャラそこそこ揃えれるね。さあコインゲット、ルビーゲット、グライダーポイントアップ、そしてここまでか、あとは12時間待たないと次に行けません。まあでもほぼほぼコンプリート、コンプリートか。さあまたね明日続きやっていきます。